最初は変化球できました。高め大きく外れました。ボール先行です。3球目打ちました。ヒットになった。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには指名打者の中村。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。ライト方向を流しました。ここはフライになっています。中野抑えてワンアウト。バッターは3番のブラッシュ。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ジャイアンツチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには吉田が入っています。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。右中間へ持っていった。逆転だ。入った。ホームラン。逆転スリーランホームラン。いやいい。さてこの外どういうバッターなんでしょうか。いやいいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる頼もしいバッターですね。まあそうですか。いいボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。さあ4球目は何か。ボールになります。打ちました。ショートが取る。ツーアウトになりました。打席には6番バッター岡本。ツーアウトランナーありません。引っ張った。三遊間抜ける。ランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。バッターは7番に入っているオースティン。ジャイアンツ先制を許した直後のイニングでしたがこの回逆転しています。初球ボール、ライト方向を流しました。ライトに上がった。この打球はフライになっています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ついに最終回を迎えました。追いかけるタイガースの攻撃。打順は6番村上。ジャイアンツインサイド打ちました。取ってワンアウトです。バッターは7番に入っている甲斐。小島まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の森下。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね。この起用に応えたい。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。打ちました。切れていきます。ファウル。引っ張った。糸井が掴んで2アウト。バッターボックスは8番中島。2アウトになっています。この回の小島4球で打ちます。センターへ抜ける。2アウトランナー1塁。バッターは9番に入っているバース。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。同点のランナーも出してしまいました。ツーアウトランナー三塁一塁、はい、さあそして打席には一郎が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まあこのピンチを切り抜ければ勝利が待っているわけですから。ピッチャー外のボール打っていった。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。抜けた。ボールは中継。サード。さあそしてバッターボックスには金本が入っています。嫌なバッターに回ってきましたね。さあなおもピンチの場面。ここで勝ち越されてしまうと厳しくなってきますから、なんとかこのまま持ちこたえたいですね。なるほど、そうです。ファーストうまくさばいてそのまま入って一塁アウト。これで3アウト。ここでタイガース守備を変えてきました。2回の裏ジャイアンツの攻撃。8番バッター坂本。ジャイアンツ同点で迎える最後の攻撃です。西さん、最後の攻撃何としても塁に出たいですよね。ふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。ファーストフライ掴んでアウト。バッターは9番に入っている伏見。伊藤まずは先頭バッターを打ち取っています。外のボール打った。あっと、サヨナラのランナーが出ていきます。打順は1番に帰ります。バッター糸井。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はタイミングが合ってますよね。右中間へ持っていった。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。
中継にボールが送られる。さあさあ、そして打席には中村が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ一打サヨナラのチャンス、まあ犠牲ぐらいでもいいわ。タイガースピッチャーが変わります。一打走ってきた、スクイズだ、三塁方向、ホームイン、中村サヨナラのスクイズを見事決めました。